チャオ、日高吉美です。今回のメニューはですね、イタリアの冷たいパスタ。日本の冷たいパスタって麺を冷やしたりするじゃないですか。イタリア的な冷たいパスタの紹介をしていこうと思います。題して冷たいプッタネスカ。非常に暑い時にさっぱりして美味しく食べれるメニューです。はい、材料がですね、プッタネスカということで、トマト、そしてあとニンニク、みじん切りオイル漬けにしているものですね。そしてアンチョビ、今日のね、これ北海道で作ってるアンチョビなんですよ。そしてあとケイパーとオリーブ、オリーブはね、グリーンと黒と両方用意してます。でパスタはスパゲッティーニ、ディチェコのスパゲッティーニ。そしてあとはやっぱりバジル。このバジルがね、やっぱり夏になったらいっぱい取れてくるんで、使い方がよくわかんないっていう方が結構多いでしょ。ふんだんにね、使っていいです。いろんなハーブとしてね。じゃあ、田中さん、ちょっと一緒に切っていこう。はい。まず、トマトですね。トマトも、これフルーツトマトですけども、もし皮が気になるようでしたら、湯むきして皮を剥いてもらってもいいですね。でこういう感じ でカットして、こんな感じで切りますか。はい。横半分の、こんな感じですね。でね、ちょっと注意してもらいたいのは、ボウルね、ここでソース冷やすんですよ。ソースを冷やして、で今日はパスタ茹でますけども、氷水入れない。もともとイタリア人が冷たいパスタ夏食べるときは、アラケッカってトマトと和えるパスタがあるんですけども、常温で冷ましたものに冷たいソースをかけて食べるっていう感じです。今日は氷水に入れずに、それに近い形でいこうかなと思います。じゃあ田中さん、これ茹でてくれるかな。はい。大体これアルデンテで、表示で7分って書いてあるね。はい。普通でこう9分のパスタですけども、じゃあ7分で。はい。と塩はいつものように 1% の塩です。じゃあパスタ茹でてる間にこう仕上げていきましょう。じゃあトマトを、トマトもね、冷蔵庫に入れておけばいいかな。ソースの方をちょっと冷やしましょう。田中さん、はい、昨日も今日がすごい急に暑くなったから、やっぱり答えるよな。いや、もう大変ですね。季節の変わり目が一番答えますよね。はい、じゃあトマト残り切ってね。はい。で今度はオリーブです。オリーブは両方とも種なしなんですけども、4分の1に切っちゃうか。4分の1こんな感じで、はい。今日のレシピなんですけども、大体概要欄2人前で書きます。ただいつもね、田中がいるときは必ず量が多めに用意してるのね。試食分なんですよ。毎回言ってますけども、今日この試食分は3人前。でも概要欄には2人前で作りやすい分量で書きます。はい、こういう感じでオリーブもカットしていきます。あったかいプッタネスカ取ったの覚えてる？はい、覚えてます。なんて言う、田中アシスタントだっけ？いや、多分違うですね。浜田さんが知ってた。見た動画。はい、見ました。本当に。あれと材料としては、ほぼ同じですよね。ほぼ変わらない。プッタネスカって結構ね、イタリアのこういう、どこのうちにもあるような食材を使って作るから、娼婦風のパスタって言われたりしてるみたいですけども、やっぱこれね、飽きこないですね。飽きが来ないっていうか、本当に、なんかの時に食べたくなる、定番だと思います。でこのオリーブとかケッパとか分量書きますけども、これは本当におのおの好きな分量っていうのが一番困るみたいですけども、はい。小出さん、ゴンベラがないです。ゴンベラ、後ろの方では控えで小出がうろうろしてますけども、小出もちょうどね、4年目だよな。もうしっかり次の段階に行かなきゃいけないところだね。はい。ね、サブチャンネルでね、今日収録してますけど、今日の夕方に、小出のイワシのテリーヌっていうのを流しますので、よかったら、見てください。これもうすでにこの配信の時にはもうとっくに流れてると思うんですけども、ちょっとずつね、やっぱりメンバーにね、こうやって画面に出てくるってことはね、やっぱり意識するはずなんですよ。実際浜田と田中なんか本当にこうやって画面に出てきたことによって、本当すごい成長したよね。本当にいろいろな部分で、もちろんこう体も、田中がちょうど動画振り返ってみて3年前の見たらね、これの半分ぐらいだ。比較しちゃうとちょっとかなりやばい。
いや、びっくりしちゃうけど、ちょうどチェックしてると。これをね、ちょっと冷やしながらいきます。小出さん、はい、ちょっとバジル、これいっぱいあるんでさ、ちょっと枝全部取って、これ一袋分。一袋分ね、はい。これもちゃんと氷水当ててます。氷水当てて、冷やしてます。そしてあとアンチョビ。まあ、北海道のこれ、イワシじゃなくて、鮭とかなんとかって言ったかな。まあ、普通にイタリアのアンチョビ使っていただいていいと思います。で、ペーストはこうやって潰して、和える感じですね。で、あとニンニク。ニンニクもお好みでこの、みじん切りしたものを入れてもらってもいいし、このオイルだけ。で、こういう感じで入れてもらってもいいです。まあ、今日は試食はこのメンバーなんで、はい、ニンニク入れちゃいましょう。ニンニクも入ります。あとケッパー、酢漬けのケッパーです。こうお酢もちょっと入ってるから、酸味としてこれ入れちゃっていいですね。はい。はい。そしてあと、大体の塩味ですね。塩。あとトマトジュースかなんかありゃよかったな。ないですよね、急にいきなり。あります。あるの？あります。トマトジュース、トマトジュースください。あります。本当にあるの？本当にあります。あ、素晴らしい。北海道の。北海道。まあ、これは北海道の割と濃厚なやつなんですけども、まあ、あれば足すような感じ。まあ、トマトジュース、好みでって、これすごいな、ペーストだね、ピューレだね。こう濃厚な感じになります。うん。こんな感じと、あとオリーブオイル。一応。はい。入れます。あ、しまった、材料抜けてた。あ忘れた。もう一つ今日、暑いから急遽、レタス入れようかなと思ってね。このレタス、上がった時間。はい、上がりました。じゃあ、ここで混ぜよう。分かりました。はい。じゃあ、パスタ茹で上げます。この熱いまま入れちゃいます。熱いまま入れて、この中で冷ますような感じ。新鮮でしょう。思いつかない。あんまりこう、冷たくしすぎなくてもいいですね。まあ、でもこれでも結構いい感じで冷えますので。多少ね、冷たい中に入れたんで、アルデンテだったらちょっとね、麺は固めになってるはず。うん。硬めです。ちょっと塩味。オリーブ油。あ、あと、バジリコ。バジリコね、結構あります。通常多分皆さんだったらこれぐらいでも十分だと思うんですけど、バジル好き？バジル大好きです。さっきあった分の3分の2ぐらい入れちゃいました。そしてこのレタス。レタスは、こうやって芯を取って、ざっくり入れちゃいましょうか。外よりも中のちょっとね、シャキッとしたところを加えたいなと思うので、こんな感じで。レタス大体半分ぐらいですね。これは外の方はこれ、サラダにしましょう。はい。こんな感じでレタスを入れて、さっと和えて、まあレタスにもちょっとね、ソースを絡ませましょう。もうちょっとトマトジュース入れようか。トマトジュース。うん。ちょっと、これぐらい入りました。じゃあ一人前だけ盛り付けましょう。今できればこれ、まあ、冷たいお皿ですね。レタスを最初に乗っけて、ソースを上から乗っけて、まあ、これプッタネスカっていう材料に こだわりましたから、まあ、オリーブとかケッパとか入ってますけども、例えばキュウリとか、夏だったら何だろう、冷たいアボカドとかですね、そういう感じの組み合わせで、冷たくして、でパスタはこの茹で上げた中に入れていただいて仕上げてもいいと思います。はい、こうやってバジルを、はい、こんな感じで冷たくして食べる。多分ね、レタス入れるってことはイタリア人はやらないと思うんですけども、日本の暑い夏、蒸し暑い夏にはこれはぴったりです。ここにちょっと辛みの鷹の爪とかタバスコとか入れてもいいでしょうし、アレンジいくらでも効きます。ぜひ試してください。はい、じゃあ今回試食は、はい、じゃあいただきます。どう？おお、サラダっぽいというか、うん、夏っぽいですね、すごく。まあ食べる前に聞きたいけども、はい、こういうものにはどういうワインが合いますかね。まあ、やっぱりさっぱりしたピノグリージオとかトレビアノとか、うん、ガビソワベなんかやっぱり何でも合うんじゃないですかね。泡も合うんですけど、個人的にビール糖なんで、うん、ビールもすごく多分合っちゃうのかな。
今日みたいな蒸し暑い日はもう絶対そうだね。絶対ですね。うん、あのラガービールもいいですし、うん、あの最近流行ってるクラフトビールも。うちあるじゃないですか。あるんですよ。タップマルシェの。タップマルシェ。はい。ちょっとあ覗いてる。ホワイトエール。あ、いただきます。ちょっと覗いてた部分もあって、すごい味濃厚ですね。あの濃厚なね、トマトジュースも入れたんですよ。歯応えもすごい。熱い茹でたてのパスタを冷たいソースの中に入れたんですよ。あ、だから麺が締まるでしょ。締まりますね。どうですか田中さん、この麺の具合。今回やっぱりアルデンテがこのレタスの、うん、ちょっとしんなりしたところとシャキッとしたところとソースにやっぱ合いますし、うん、だからいつもみたいに締めると逆にこう、うん、ガチガチになっちゃうんですけど、こういう冷やし方すると外はちょっと柔らかいですけど中がしっかりアルデンテを感じるっていう、うん、味染み込んでるよねこれ。またこういうの新しいなっていうのはすごい僕思います、うんうん、後ろのビール持ってきてくれた。はい、まあ、この形でうちあのテイスティングでですね、あの4種類のクラフトビールをあのテイスティングしてもらうコースもあります。うん、どうですか鈴木さん、飲んでみて。おう、合うね。なんかスーッとさっぱりする ね、 すね。汗が引くね。いや、このプタネスカが思ったより味しっかりあるんで、うん、ビールの苦みとか爽やかさとすごく相性いいですね。レタス入れたんいいでしょ。食感の違いが出るんで、なんかすごいいいですね、一皿として。うん、冷たい夏とまかないどうやこれ、うんうんうん、フッタネスカじゃなくてもね、冷たいなんかトマトもいっぱいもらうことあるじゃない、うん、例えばこれにズッキーニいっぱいもらったら茹でたズッキーニを入れるとか、うん、あ、まかない食べたい。フッタネスカやっぱオリーブとケッパーが味しめるよね、うん、実はあの小出がねビール大好きなんですよ、うん、なんで小出も飲んでんの。あ、ごめんなさい、自分はちょっと知れた。というような感じでですね、まあ、夏の冷たい、具材とで茹でたてのパスタをそこに入れて混ぜて冷やす。そうすると、麺がいつもの冷たいパスタとフェデリーニ、これよりもちょっと細い麺なんですけども、うん、今日スパゲッティなんだけどしっかり麺のあれは存在感で、うん、出してるよね、うん、いろいろ試せると思います。本当今日はあの暑い気候で、昨日の夜で今年初めてクーラーつけて寝たんですよ。本当にこれに変えて正解でした、うん、はい、ということで、ではまた次回。チャオ。チャオ。